茨城県道164号、長倉小州線日立大宮市川町茨城県道164号、長倉小州線は、茨城県日立大宮市内の一般県道である。日立大宮市、長倉地区から、道志小舟まで南北を結ぶ、延長約9キロメートルの一般県道で、茨城県道39号笠間尾川線の西側で、ほぼ平行している。 1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡御前山村大技、長倉を起点とし、中郡小川村、大技小舟を終点とする区間を本路線とする、県道、長倉昇州線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号164となり、現在に至る。 路線の大部分は2車線の道路であるが、起点付近、長倉の集落と、終点付近、湯川地の集落では、1.5車線ほどの狭い道路である。交通量は少なく、地元住民の生活道路である。峠付近の南側は、宮間の桜並木として親しまれる。茨城県道八十七号山内城小瀬線と、茨城県道十九号笠間小川線とは一部区間で、 重複する。栃木県境に近い闇溝山地の山間にあり、沿線は山に囲まれた集落や田畑がある。長倉川は大沢川に沿って、小舟川は小舟川に沿ってそれぞれ道路が伸び、分水嶺となる峠は霧通しである。ありがとうございます。